スンとユーゴの大冒険大冒険ツーワンやったもんワンえツーブギやばいもう2人のテンションのもうツーツーブギはい今日はここに来てますどこでしょうごめん先あ、そうなんえ白先あ、わかんない結局乗ってなかった乗ってなかったあの、ここはですね、あの牛久沼のこれ、近津神社方面から来てあ、そうだねそう、来て一番先の方に行くとここになるわけよ今、今に地図出てるからお、浮かべてユーゴが浮かべてほん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 みたいなこうなってるんだけど浮かべて地図のこの先っちょのあたりかな、うん、この辺かなうん長寿と縁結び入っていいの？クじゃねえよ。いいよ、はい。全然さ、この二人で言うとさ、動画全く話進まないんだけど、本当にも。縁結びと長寿。まとめるとね。はい。ああ、本当は長場取りはせず、空海なまってるけど、空海がここ来たんだわざわざ。すごい。すごいね。空海の七不思議ってことだよね、これね、弘法大師だから。そうだね。うん。これさっき見せたんだけどさ、うん、あのこの地が弘法大師が訪れた。うん。ボケ？ボケ？ボケ。ああああ。それ以降身をつけなくなった。怖いね。怖いね。住んの歩った後は何か臭い。八不思議って言い方するのっこしって言い方すごくない7番目のやつ一番のっこしもう感情すぎてもわからない馬に乗って川を渡った場所がのっこし棒が生えなかったすごいねなんかえ怖いね何でも生えなかったりさ、うん、あれなんだねとりあえず行こっか、はい、こう意外にでかいぞもうね。これあそこで来たような気がするな。なんなんなん。塚本造園を右。え、だってこれ。いつ言ったの？いつ言ったの？だからさ、これはさ、センチャーって言うことの大冒険。スーって。だってこれってさ、言ってじゃんほら。言ってねえか。ふざけすぎだろ。こんなふざけるシャミオ TV の動画ないよ多分。シャミオ TV 流すの？流すよ。えちょっとさそれはちょっとよく無理かな。下のあでも一緒か。なんでパンツがあるんだろう。早速七不思議だね。これもう神社じゃないんだけどね。あ、なんかすごいね。あとこれ見て、駒の足跡坂松。坂松。坂さ松？何が坂さなの？なんかこうやって植えたら逆さに生えてるようになってるって、ね。書いてある。言ってよ。それ。これあれじゃない？ん？そうなの？ああそうなんだ。へえ。なんかやっぱりなんか仏教っぽくなってんのここら辺とかは。高一？新年とかさ。うん。え、これさ、てかさ、これさ、これアジサイじゃん。これアジサイの時期めっちゃ綺麗なんじゃない？うん、すごい。実は、うん、ね、うん、実はこれすごいよ、これ。またちょっとアジサイの時期来ようね、これ。また来よう。うん。で、これさ、ちょっと言って。いいか。雲流れ、廃止の教え、まだ解けぬ。短歌だったらさ、その後、デレレレ、デレレレ、デレレレレって続かないんだけどさ。終わってんだよ、これ一応。てっきりさ、雲流れの方かと思ったの。そしたら歌読んじゃったからさ。
ね、何よりちょっとね、あ、これこの牛久沼八景って書いてある、これを欲しくてここに来たわけですよ。投函ポストとかあるね、良くないここ。いいね。てかめっちゃ綺麗だね。すごい綺麗。あ、めっちゃ綺麗。あ、ね、見て。牛久沼八景と牛久十二景。本当。あ、さっきの逆さ松が入ってる。ああ。景、景と蘭。なんかこれさ、ちゃんとさ、うん、あの歌になってるのかなと思ったんだけど、そんなわけではなさそうだね。仏教系な、やっぱなんかだよね。ここなんかあったのかな。うん。なんだろうね、これ。夕焼けが見えるのっていつのタイミングなのかな、これ。でもあっち側めっちゃ綺麗じゃない？いやしい。あー、いいわ。これ桜の木かな。だったら綺麗だな。あ、さらに奥もあるんだ。でもあっちはあれだね、さすがに神社っていうのもなんか鳥なんだよな、よくわかんないのか。どっち下のところ、うん、ランランランで牛久沼の花火大会どこでやったことを考えると、あっちで新地だからあっち方面じゃん。あっち方面だから、こことか結構絶景で見えんじゃないのこれ実は。言っちゃった、みんな集まっちゃう。言っちゃった言っちゃった、ブヒーあそーい、やるなよ、ありがとうさん、ボケるっていうのが。 Thank you。みんな総領降りしたと思ったら、あそこにうな丼屋を見つけてしまいました。うな重屋か、うなぎ屋。 Google の口コミも160件くらいあった。すごくな い, いで結構高評価で、すごいと思うんだけど。たぬきさんに、そうなの、たぬきさんに、いや、たぬきさんに、いや間違えた、一緒に行こう、たぬきさんとただ一緒に行こう。ただたぬきさんと一緒に行きたいだけだからね、うん、これ動画絶対たぬきさんに送ろう。あと気になったすずり水ちょっと行こう。弁財天って書いてある、弁財天って書いてあるからさ、お金のやつだね。うん、あでもつい最近なんだね、この名字のたちがいっぱいいたのかな。でも弁財天なんだもんね。こっち側は全部お墓なのかな。ちょっと入れない感じになってるけど、うん、お墓だね。不思議だね、弁財天ってさ、神社系だからさ、あんまお墓っぽくないと思うんだけど、ここもなんかちょっと別なんだよ。あっちが弁財天かな、なんかわかんないの、ちょっと不思議。ちょっとエンディング撮っちゃったからこれで終わりしちゃうけど、うん、はい、ちょっとあまり難しくて分かんなかった。そうだ、ね、謎が深まるばかり、珍道中、うん、はい、失礼しました。はい、ということで、はい、すんちゃんとゆうごんの珍道中、珍道中でした。ツー書くと角度が見えない。じゃあもうまた動画あげるぞ、やめろ。